皆さんこんにちは、キッチンズなんかのスティーブンです。今までたくさんの方見ていただいた方、本当にありがとうございます。感謝してます。乾杯。やば、落としちゃったで、本日は、特別リクエストされたのを一品料理を作らせていただきます。で、アヒレポイヨって言います。で、アヒレポイヨって何ですかって、いろんなものが入ってるので、牛乳だったりとか、パンを使って、基本的にはペストになります。で、少しピリ辛になるので、何を使ってるのかって知りたいんだったら最後までご覧ください。では、乾杯ではないですね。で、本日使うものをご紹介させていただきます。で、まず玉ねぎね、半分だけ使います。で、ゆでチキン、この部分は胸肉を使ってるので、別にもも肉とか使いたい方がもうご自由にください。で、生クリーム、こういったイエローチリがなくても全然 OK です。入れなくても大丈夫です。ゆで芋、ゆで卵、牛乳、パン、こういった食パンで全然大丈夫です。こういった食パンね。あと、ターメリックを使います。で、前回もおそらく言ったかと思うんですが、全てのレシピに関してはママから学んだレシピなので、ママが結構アヒパンガも使ってます。ママのレシピだからね。で、別に使わなくても全然 OK です。ご注意ください。で、作り方に関してはもう入りたいと思います。乾杯。で、まずこちらのイエローチリのいつも通り真ん中の部分を取りたいかと思います。改めてね、なんかまたタメリックを使うので、タメリックとかも結構体にいいので、友達とかのね、話を聞いたところ、タメリック、ヨーグルトにかけて食べたりとかってしてるそうです。で、こういったカットで、あと食パンが蜜を今回を使います。で、少なめの量で作るので、もうちょっとね、多めに使いたい方がいれば、もうちょっと多めに入れていただいても全然構わないです。で、こちらの食パンをまず先にこうやってカットして、で、さらにこちらのチリをこのまま入れたいと思います。こんな感じで。で、こちらに牛乳を入れたいと思います。かわいいな、これ。大体どれぐらいですかって、大体これぐらいです。これぐらいで大丈夫です。見えます？もうちょっとか。 OK。 で、とりあえずですね、あとでミキサーかけるので、しまんないな、これ。で、ごめんなさい、忘れてた。生クリームもこちらに入れたいと思います。1個食べようかな。おいしい。乾杯。で、これぐらい入れようかな。だいたいこれぐらいで、なんかね、これ大好きだからもうちょっと入れます。で、このまんまとりあえず置いていきたいと思います。あとでミキサーで細かくします。
次はチキンに入ります。でこちらのチキンとかってね、もし茹でる時間がなければ、セブンイレブンでもサラダチキンとかってサラダチキンとしては販売してます。よろしければね、こちらで購入していただいても全然大丈夫です。でこういった細かいね細かいやつをやりたいと思います。でこのまま細かくしていく感じです。余計な油とかでね、ちゃんと取ってね。で、ごめんなさい。で、こちらの茹でた、味噌を捨てずに必ず取っといてくださいね。必ずこちらに、もし、セブンイレブンで買ったやつだと、スープとかも必要になるので、あんまりおすすめしないんですが、できれば、こういったものをちゃんと一から茹でてスープを取るように、もしスープがなければ、鶏からスープを溶けて、そちらの準備もしておいてくださいね。ではだいたいこんな感じになりました。大丈夫ですか。で次入りたいと思います。で玉ねぎをカットします。で半分だけで結構です。残りはもう決まっちゃってください。また寒くなりましたね。すごい寒かった今日。友達とランチに出てて、だからねちょっとテンションが高いなんです。で、では作り方に入りたいと思います。乾杯。で大体ね、もうこちらを炒めたら、オリーブオイルを入れたいと思います。でその次に、カットした玉ねぎ、ニンニクも入れたいと思います。まだもうちょっとな。透明に近い色が変わってきたら、もうニンニクを入れてくださいね。大さじ1杯ね。これに、アヒバンカ入れたいと思います。たくさん必要ないので、大さじ1杯だけで結構です。もしなければ別に使わなくて大丈夫です。使わなくて結構です。これは個人的にはママが入れてたので、自分は使ってます。でこれにターメリックを足します。ターメリックね。
で塩コショウ、ここで塩コショウします。いろんなところができたわ、酔っ払ってんな本当に。で、ここで先ほどのチキン、先ほどのチキンをこのままこちらに入れたいと思います。少しずつ色が変わっていくので、先ほど言ったようにチキンを茹でた水をそのまま取っておいてねって一番最初お話ししましたが、こちらのスープをこのままこちらに出します。もうちょっと出します。これぐらいですね。見えます？大体これぐらいです。このまま大体5分ぐらい置きたいと思います。で、大体5分経ちましたので、残りのね、こちらのソースをこの上にかけたいと思います。で、必ず弱火にしてくださいね。この後かなり飛んでくるので、こちらのソースね、ちょっと危険性があります。だから弱火にします。わあ、めっちゃいい匂いしてきた。本当にもう今日は、今まで食べてないんだけど、動画の最後とかね、だから絶対美味しくないだろうとかって皆さんによく言われてるんだけど、今日は食べたいと思います。あくまでもこちらの全てのレシピに関してはママから学んだものなので、自分がわさわさYouTube を検索したりとか YouTube で探したりとかって一切してませんので、それだけご了承くださいね。ママから学んだレシピなので、ごめんなさい。あともう一つ言い忘れたのが、使うものね、言い忘れたのがパーメサンチーズ、これは一番最後に使います。今じゃなくて一番最後に使いたいと思います。こちらご飯と基本的にはご飯とペルではね、ご飯と芋と一緒に食べるんですが、例えばこちらのレシピとかでね、こちらのものとかもトーストの上にかけて一緒に食べたりとか、そのままいろんな食べ方自分でもアレンジできると思うので、ぜひ作ってください。ちょっと塩足りないのかなって
わあ超うまい、おいしい。もうちょっと塩ね、かな。でスープもちょっと出します。めっちゃおいしいこれ。ただ自分が一人なので、ここまでね作ったらどうしようかなってすごい悩んでて、このレシピを作るのはね、作るまでなんか結構悩んだんですが、こちらもいいレシピなので、ぜひよかったらね、ぜひ作ってみてくださいね。だいたいこのまま、だいたいどれぐらいかな、10分ぐらいかな、弱火でこのまましておきたい、したいと思います。でもし改めてまた言いますか、子供とかね食べさせたいんだったら、チリとかってイエローチリとかって入れなくても全然 OK です。じゃあ10分後にまたね。で、このまま盛りたいと思います。で、こちらにねこういった感じのお米、ご飯とじゃがいも、ゆでじゃがいもをカットして、あとそのまま乗せたら、で、こういったペーストをこの上にかけたいと思います。こういった感じになりましたので、いかがですか。こんな感じになりました。でちょっと食べたいと思います。ちょっとお腹空いてきたな。ママの味、ママの味、これめっちゃ好き。やば、めっちゃ美味しいんだけど、止まんない。皆さん、これを完了したいので、本日見ていただいて本当にありがとうございます。感謝してます。で、また来週同じ時間にお待ちしてます。じゃあねー。